皆様、本当にありがとうございました。皆様の応援があればこそのこの収益化。もう完全に諦めていましたが、本日腰痛でよりメールをいただきました。いきなりだったもんね。ほんとびっくりしたぜ。お前、何度も見直してたもんな。新しいオレオレ詐欺かって思ってたからね。さすがにそれはちょっと疑いすぎでしょ。ということは、今後ゆっくり系の動画は収益を認めてもらえるということか。これね、いろいろと調べたら、キャラクターの機械音声系で収益化されてなかった他のチャンネルも収益化されてたよ。おお、明るい未来じゃん。これについてはまた後日いろいろと話そうと思うから、とりあえずはご挨拶まで。本当は EU の著作権法について話してたんだけど、急遽差し替えとなる緊急事態。嬉しいよね。寿司だな。はい。回らない寿司屋で、直の大トロ片手にビールで出杯だろ。どこにそんな金があるよ、ないのか。稼げても猫ちゃんの文口1ヶ月分くらいじゃないの。文口では言わんぞ。シュークリームで我慢してよね。しょうがねえな。それで我慢してやるぜ。業務はエクレアがいい。はいはい。じゃあ、本編始まるよ。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサです。こんにちは、ヨウムです。最近さ、朝晩の寒暖差がすごいよね。なんか冬になってきたなーって思うよ。考えてみればもう12月だもんね。あと少しで正月だな。てか、その前にクリスマスだな。プレゼントはスマッシュブラザーズでいいぞ。何勝手なこと言ってんのよ。プレゼントはエドを切る DVD ボックス7枚組セットに決まってんの。なんだよ、また時代劇ものかよ。それよりスマブラがいいって。みんなでやろうぜ。時代劇はヨウムの心の栄養素だからね。モフモフ関係以外は譲れないわ。け、霊夢、ヨウムがあんなこと言ってるぞ。はっきり言ってやれよ。今年のクリスマスプレゼントはマリサにスマッシュブラザーズをプレゼントするのだと。そんなゲームより時代劇の方がいいって。7枚組ボックスセットなんて心躍るでしょ。いや、大体なんで私があんたたちにプレゼントするってことで話が進んでるわけ。クリスマスだからよ。全く意味がわからないわ。で、今日は何の話題だ。今回は前々からリクエストのあった深海生物をやろうと思ってんのね。深海生物っていうと、こんな超知難攻みたいなやつね。なんか星のバランス悪くねえか。魚よりあんたのサインが大きすぎるんじゃない。あんたたち絵について語りなさいよ。ちなみに真っ赤な口紅とピンクのリボンがポイントね。そうですか。まあ、深海生物って言っても足したようなわけよ。例のごとく多すぎて、全部紹介とか無理だと判断したよ。じゃあ、どうするんだ。適当なところで終わって、適当なところで第2弾に期待してもらう流れね。第2弾ってやるの？気が向いたらね。いいのかそれで。前にも言ったけど、うちと B 級ファンとの関係は、ゆるゆる。さあ、いいわけよ。もうわかってるとは思うけどね。今回も主張が強すぎて文字が収まりきれてないよ。そういえば最近はコメントのノリも、応援してる野球チームにヤジ飛ばしてる感があるよね。ヒットで一塁で止まったら、お前何止まってんねん、二塁まで行ったらんかい、みたいな感じだよな。それは愛情表現だと思ってるけどね。そういやド M だったな。すっかり忘れてたわ。いや、別にド M ってことはないんですけど。いじられて本領発揮するタイプだからむしろ喜んでるわけね。おい霊夢、今すぐ焼きそばパン買ってこいよ。それはいじってるんじゃなくていじめてるって言わない。あんたたちいい加減にしなさいよ。ごめんなさい。ということで早速行くからね。前振りで3分かかってるけどな。あんたたちがクリスマスプレゼントの話とかなかったらこんなに時間がかかると思うよ。そうね。まず最初はこれ。スターゲイザー。スターゲイザー。何者だよこいつ。お魚さんってこんなんだったっけ。この子は三島おこぜかの魚で、和名がメガネを追っていって、英語名がスターゲイザーっていうの。かっこいいでしょ。名前だけね。悪そうな顔してんな。こうやって砂に潜って餌が来るのを待ってるわけ。小魚だったら下顎の突起物で疑似を装い、一気に食べる。こんなに悪い顔してたら普通避けて通るだろ。魚類の中ではイケメンかもよ。また適当なことを。この子は深海100メートルほどに生息。まあ、前菜にはちょうどいいかなと。これで前菜かよ。やはり海は恐ろしいわね。ミツクリダメ。ミツクリダメ。これはゴブリンシャークとも呼ばれてる深海 1400m あたりに生息する希少種。希少種はいいんだけどよ、歯がやばすぎねえか。お近づきになりたくないわ。普段はそんなに顎は出ていなくって、獲物に噛みつく瞬間に顎ごと前に出て噛みつくの。古代から変わらない姿で、イッタカセットも呼ばれてるよ。少しは変わらないと友達できねえぞ。そうね、こんな敵意むき出しの歯とか出してたらみんな友達にはなれないもんね。それ、全く心配しなくてもいいと思うよ。ラブカ。ウナギのようでもあり、サメのようでもある。これ、どれくらいの大きさだ。約2メートルほど。歯はそんなに強くなくて、獲物はほぼ噛まずに丸飲みね。襲われたらさ、噛まれて痛い思いするより丸飲みされた方がいいんじゃないかな。だが、ほぼ意識ある状態で胃の中だぜ。それはそれで嫌すぎる。まあ、適度には噛まれると思うよ。いやー、適度に噛まれて丸飲みかよ。別名フリュードシャークって言って、サメの仲間ね。これも生きた化石って言われてるけど、50から100メートルあたりに生息してるらしいわ。意外に深くないんだな。網漁で時々かかるらしいからね。竜宮の使い。竜宮の使い。名前だけは聞いたことがあるけど。これは浜辺に打ち上げられた竜宮の使い。竜宮の使いはとにかく長い。5から10メートル以上まで長さは様々。こいつに襲われたらもう諦めるしかないな。この子は人間とかまんじゅうとか襲わないわよ。そうなのか。プランクトンとかオキアミが主食だからね。そんな食事でなんでここまで大きくなれるの。無駄にでかいよな。でかすぎだろ。デメミリス。デメミリス。デメミリス。
また変なのが出てきたな。出てきたね。この子は本当に珍しい子で、頭部がスケルトンになってるの。マンボウみたいな感じだけど、頭部が透けてるってなんて。深海で生きるために極端な進化をしたんじゃないかって言われてるね。これが目というのはわかるが、この緑色したこれはなんだよ。その緑色のやつが目になるよ。じゃあこれは鼻孔になるね。深海よ、もう何でもありだな。これってさ、写真写りが悪いだけで、本当は体全部がスケルトンなんじゃないの。いや、本当に頭部だけなんだよ。頭部の中の目はずっと上を向いてるんだけど、スケルトンになっているので見ることができるわけ。上にいる獲物をずっと探してんのよ。じゃあ真正面にいたら気がつかないの。この目は稼働するのよ。正面でも見ることができるわね。ちなみに400から800メートルあたりに生息。日本にもいるんだよ。へえ。天眼胸磯。天眼胸磯。これはまた強烈なキャラだな。吉本興業とかにいそうだよね。いないと思うよ。この天眼胸磯は名前の通り天眼、つまり上に目があるの。さっきのデメニギスと同じ感情眼ってやつね。ただこの子のは表に出てるからデメニギスとは違うんだけどね。不思議生物ばかりだな。実は必殺技とかも持っているこの子たちは深海1000メートルあたりに生息してるの。カウンターシェーディングっていう技で自分の体を発光させて敵から身を守ることができる、いわゆる迷彩ってやつね。なんかすごいんだね。エソつながりで蓬莱エソ。蓬莱エソ。ひどすぎるなこの凶悪顔は。ヨウムがお魚さんだったら絶対にお友達になれないわね。大丈夫、友達じゃなくて餌としか見られないから。いやあ。蓬莱エソの特徴は何といっても細く長い体に釣り合いな頭、そして大きな牙ね。ちなみにこの子は深海のギャングと言われてるのね。わかる。だけど牙が大きすぎて口が閉まらないという。じゃあ綺麗に噛めないのか。基本的に丸飲みタイプで、獲物が逃げないようにする檻のような役目。つまり怖いのは見た目だけね。それは本当に意外だわ。見た目でギャングとか言われてんのか。コア表つながりで、オミキンメ。オミキンメ。こいつも悪い顔してんな。この牙でさ、自分の顔とか間違って刺したりしないのかな。口を閉じすぎてやらかすやつもいるかもな。さすがにないんじゃないの。この子はキンメダイの仲間で、500から3000メートルあたりに生息する深海よ。さっきの蓬莱エソ同様、ちゃんと口が閉まらない。この牙って意味ないよね。そういうなよ、牙がなかったら普通の魚じゃん。いや、牙があっても普通の魚なんですけど。オミボウズギス。オミボウズギス。また来たな。また来たね。なんでこんなに腹が膨れてるんだよ。もしかしたら浮き輪とかじゃない。これはオミボウズギス食後のイラストね。深海ってさ、目当ての獲物とかが少ないわけで、この子はそんな環境でも生きていけるように食いだめができる体なのね。この子の倍くらいある大きさの魚でも丸飲みしちゃうの。やりすぎるとこんな風に中の獲物の姿がそのまま見えることもあるのね。大食い選手権に出れそうね。いや、獲物がでかすぎてお腹破れてるぞ。自分の限界がわからなかったんだろうね。この子の全長が19センチで、丸飲みされてる子が86センチ。考えなしね。ブログフィッシュ。ブログフィッシュ。いや、おっさんじゃん。居酒屋とかにいるじゃん。深海魚なんで居酒屋にはいないと思うよ。この子はブログフィッシュって言って、和名は入道カジカ。イギリスに醜い動物保存協会っていうのがあって、2013年に開催した世界で最も醜い生き物コンテストで1位に輝いたの。醜い動物保存協会って何気にひどい名前だよな。水中では普通なんだけど、ゼラチン質の体のために陸揚げされると気圧の関係でこんなになってしまうのね。水の中とは見た目全く違うのね。陸揚げされたらおっさんだけどな。こんなぬいぐるみとかもあって意外と人気なんだよ。ちなみに600から2800メートルあたりに生息してる。へぇ。黒天クグ。黒天クグ。キャー、君じゃねえかよ。なんなのこれ、超可愛いんですけど。この子は深海魚ではないんだけど、いいキャラクターしてるでしょ。おう、まさか魚で癒されるとは思わなかったぜ。本当ね、お魚さんもこんな可愛いのがいるのね。この子はフグの仲間で、ドッグフェイスパパーとも呼ばれてるよ。大きさ的には30センチ前後ね。鼻の感じがもうワンちゃんにしか見えないもんね。たまんないよな、これ、買ったりできないかな。わかる。これを見てそうならない方がおかしいわ。やっぱりドッグフードとか食べるのかな。バカね、当たり前じゃない。そうだよな、犬だもんな。いや、魚なんですけど。で、この子はどこに売ってるんだ。一応言っとくけど、この子は他のフグ同様毒を持ってるからね。毒って言っても大したことないんだろ。そうよね、こんな可愛い子がそんなひどい毒とか持ってるはずがないわ。結構強い毒らしくて、この子を食べたら死に至ることもあるらしいわ。か、顔だけなら問題ないんじゃないの。そうだよな、食用じゃないしな。見た目によらず凶暴らしくて、獲物を見つけたら食いちぎるらしいわ。いやー、冗談だけどね。いつも大変お世話になっております。 B 級ニュースからのちょっとしたお知らせです。前回のミーティングではたくさんの意見本当にありがとうございました。全部読ませていただきまして、それからいろいろと考えました。結論としましては、過去動画はニコ動とブログに投稿しようと思います。今回収益化が認められましたが、ヨウツベさんの規約が変わればまた剥奪対象になりかねません。なので自分でできることはいろいろとやっておこうと思っています。ニコ動に関してはお試しで動画を置いています。コメント欄に URL を載せておくので、よろしければご視聴ください。デイリーモーションに関しては、前説で話した EU 著作権法の関係で今後どうなるのか見えなく、今はやめておこうという結論に至りました。ブログに関してはもう少しお待ちください。詳しくは次回の番組でいろいろと話します。そして動画を見終わりましたら、コメント欄にハートマークに関する事柄を載せておきますので、見といてくださいね。これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。ということでギリ10分です。また次回にお会いしましょう。